とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。今回のタワーで、27階の報酬でバトルローブ、28階の報酬で、壊れたビーコンか、を取って、ボスと戦ってみてくださいということですね。結構簡単にいけるのかな？まあ、とりあえず、ここでバトルローブを取って、行きましょう。輝くローブにはできないね。できないよね。なので、アーティファクトのダメージアップはないんだけども、まあ、クールダウン2つついてるので、使いやすくはあるのかな。うん。まあ、とりあえず、ここのステージをクリアして、先に進んでみましょう。OK。まあね、ここはね、サクッと行っちゃいましょう。いけ。うそ、危ねえ、危ねえ、倒しきれてなかった。あ、でもね、ゴーレムめちゃくちゃいいエンチャントついてる。これは最高だ。おーいまさかの動かなくなるやつ。よし、オッケー。そっちに行く。できればゴーレムこっちに来てほしい。オッケー、いけ。よし、もう上はね、ゴーレムに任せてて OK よ。よし、矢は213本、まあ十分でしょう。おお、結構いるな。結構敵は多い。でゴーレムやられちゃったけども大丈夫。ではここで壊れたビーコンですね。ドラは欲しいよね。これでどうだ。ドラと、ビーコンとゴーレム、まあまあまあいいんじゃないですか。まあ普通にコグを強化していきましょうか。エンチャポイントが3、3だったら何か1個入れれるな。でも入れたいやつ別に、ああまあまあまあ棒を入れていいんじゃない。とりあえず、ドラを使ってから、虚無の弓を入れてだな。いけ。あ、うんうん、結構減るぞ。結構減る。うんうん、いいんじゃない。やっぱ虚無が入ったら、相当減らすね。まだ全然ソウル余ってるんだけども。OK。いけ。倒せるか。いや厳しい。どこ行った、どこ行った。いやでも大丈夫。 OK、 いけたー。はい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 、これあれだね、輝くローブもしくはあとはなんだ、ソウルダンサーとかか。あ、確か結構下の方に魂のローブがあったな。あれを持ってくれば簡単にいけるんじゃないですかね。でもそれを装備して上まで来るっていうのは結構厳しいな。はい、では今日はコメントありがとうございました。バトルローブと壊れたビーコンでやってみました。最初のね、出だしかなりいい感じだったね。うん、でも半分からがちょっとうまくいかなかったかな。はい、では報酬を見て終わります。どうだ今シーズンは。あー、まあまあまあ不安定なローブはいいよ。1しか出ないんだよね今シーズンね。全然出ない1しか。あー、3だったらよかったのにな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。